フロントミッション後、スカーズ・オブ・ザ・ウォーは2005年12月28日にスクウェア・エニックスより発売されたプレイステーション2用ゲームソフト。ジャンルはシミュレーション RPG。2003年に再開されたフロントミッションプロジェクトの第5弾としてリリースされ、フロントミッションシリーズのナンバリングタイトルとしては第5作となる。 USN に属する一兵士の2070年から20112年までの半生を綴っている。なお、ファースト、サードのストーリーとの関連性の強い作品でもある。キャッチコピーは、これは、戦いの歴史を駆け抜けた一人の兵士の物語。2006年に連価版、アルティメットヒッツとして再発売。通常版に存在した不具合が一部修正されている。シリーズでは、唯一、 海外でのリリースがされていないタイトルである。ストーリーは大別すると、USN 陸軍編、ストライク・ワイ・バーンズ編、バーゲスト編の3つに分けられる。これは、戦いの歴史を駆け抜けた一人の兵士の物語、西暦2070年、ウォルター編・編グレン・デュバル、ランディ・オニールの3人は、第1次、ハフマン・紛争に巻き込まれる。そこで、ウォルターとグレンは体に大きな傷跡を残し、 ウォルターとランディは USN の施設に、グレンは OCU の施設に送られていった。西暦2086年、USN の一兵卒となった二人は、不評としてあるボードを鎮圧するための任務で窮地に、陥ったところをバンツァーに乗ったグレンに助けられる。その3年後、二人はバンツァーパイロットになるための訓練を終え、晴れてバンツァーパイロットになった。 西暦2090年、ラーカス事件を引き金にして起こった第二次、ハフマン紛争にて、ウォルター・トランディはグレン率いる部隊とついに、バンツァー同士で交戦。その結果グレンは、USN 軍に捕虜として連行されたはずだった。西暦2091年8月9日、フォートモーナスに侵攻してきた敵機は、グレンの認識行動を示したが、不可解な言動をとり、 何のためらいもなくランディを殺害してしまう。悲しみに暮れるウォルターは、ランディの遺品を整理していた中で、とある部隊への編入志願書を見つけ、その意思を継ぐ決意をする。地獄の編入訓練を経て、USN 海軍第11特殊機構教習連隊、ストライク・ワイ・バーンズに入隊した、ウォルターだったが、まさか本隊長は、かつて、ウォルターとランディと同じ施設で育っていた、リンウェンライトであった。 グレミやリンが操縦する機体は、超高性能な特異性を発揮していたが、それは特殊な手術処置によって実現されていたシステムで、あり、それが原因で、対象者は、記憶や人格の変化を副作用としていることが判明する。オキュと USN の騒乱に乗じて暗躍する組織。その企みを阻止しつつ、グレミやリンを救うために戦場を駆け抜ける。本作は、従来作品同様、 基本的にアドベンチャーパート、バトルステージの繰り返しでゲームが進行する。アドベンチャーパートでは基地や空母エクリプス内で情報収集を行ったり兵士をスカウトすることが可能である。機体のセットアップ、パイロットの編成、シミュレーター、アリーナといったバトルステージへの準備もアドベンチャーパート及びブリーフィングで行うことになる。バトルも従来のシリーズと同様に ターン性のシミュレーションバトルで展開していく。以下、本作で初採用されたシステムについて解説する。2019年現在、SRPG としては最終作品となっている。2005年の発売当時から、シナリオシステムともに、ボリューム、完成度が高い評価を得ている。ありがとうございます。